前田綱則は、加賀藩四代藩主。加賀前田屋第五代。最後の女帝、後桜町天皇の外曾祖父。寛永20年11月16日、江戸辰の口の判定で、前田光隆の長男として生まれる。母は、将軍、徳川家光の幼女、清康院。この知らせを聞いた父の光隆は、直後の江戸に向けた参勤交代で、 120里をわずか6泊7日で歩いたスピード記録を持つ。この際、果敢小説によると、三鷹は道中の武蔵柏原にて夢の中で開くより、梅は地里の匂いかなと一句を得たとされ、これが後期誕生の予兆であったとしている。将軍、徳川家光の時代まで死死がなかった場合は解役されることが多かったため、待望の着難の誕生に、 光高とその父、利爪は大いに喜んだ。数日後に、利爪、三高夫氏は、連賀会を開いているが、その時の二人の国も喜びが溢れていたことがわかる。陽名は、犬千代丸と名付けられた。父、三高は、正法二年四月に三十一歳で死去した。このため、六月十三日に後期が三歳で、家督、医療を相続することとなった。 反省に関しては、祖父の年常に家督を光高に譲って小松に隠居していたが貢献することを幕府より命じられた。幼少期の後期は戦国武将の生き残りであった祖父、年常と治癒を兼備していた父、三鷹の影響を受け、また年常が孫に勝負の気風を吹き込もうと養育したため、かなりぱくに育ったという。 年常は、当時賢君として知られた、伊達忠宗や池田三笠らを紹介して、彼らの話をよく聞かせ、客がある時は後期を自室に座らせて傍聴させたと、言う。松平の名字を与えられ、松平犬千代丸となる。女王三年一月十二日、年常に伴われて、江戸城に登場して元服し、第四代将軍、徳川家綱より変気を授かり綱なりと名乗った。 同時に聖四位下に除され、左この絵県少々、加賀守に任官される。万寿元年7月27日、後期は、星名正幸の娘、マスと結婚する。正幸は、徳川家光の異母帝で、家光の没後に、幼少の家綱を補佐して、幕政を主導していた大老であり、血統、経歴に、問題はなかったが、所領は23万国で、加賀藩とは、 かなりの開きがあった。しかし、としつねが、徳川将軍家に子はなく、徳川の三夜も頼りないとして、将軍家の決闘にあたり人物、器量も抜群だった、正幸の娘をあえて選んだという。マスは10歳で嫁ぎ、漢文6年に18歳の若さで亡くなったが、後期はその後に形質を迎えることはしなかった。後期は、正幸の思想に大きく影響を受け、 それはその後の彼の政策に反映されていくこととなる。後期の反省を、正幸の模倣とする指摘もある。万寿元年10月に、年常が死去すると、学府の星名正幸の貢献を得て、反省改革を行うこととなる。まず、日田開発や農業方面に着手し、十村制度を整備した。さらに、漢文の基金の際には生活困窮者を助けるための、 施設を設置して、後に、受産施設も併地した。この施設は2000人近くの人間を収容することが可能であり、飢餓の際はここで米を支給したほか、医者を派遣して医療体制も整えていた。お小屋の建設について、後期は、藩主就任当時から、この施設を作るアイデアを持っていたが、巨大な施設ゆえ維持費が藩の財政を圧迫するため、 家老たちの反発などもあり、実施には長い年月と漢文の基金というお小屋が必要とされる機会を要した。また、藩内で長寿を保っている者に対しては、褒美として不知米を与えたりした。さらに、改作法を作り、前田家家中の職制を定めた。また、前田利家が一向一気鎮圧に手こずらされたことなどの影響から、加賀藩は、 他の藩と比較して刑罰が螺烈であったが、後期は資材が決定していた罪人を減刑するなどした。こうした後期の姿勢に影響され、螺烈な刑罰も後期以前と比べると寛容になってゆき、厳罰を旨とする武断政治から文事政治へと移行した。対外政策においても、隣国の福井藩との争いである白山総論に決着をつけた。また、 母の冥福を祈って白山姫神社に、名刀、吉光を奉納した。後期自身が学問を好んだこともあって、藩内に学問、文芸を奨励し、書物奉行を設けて、工芸の標本、古書の多くを編纂、収集し、これらを百公秘賞に結実した。また、木下順安、室久走、稲尾若水らを招聘し、 彼らの助けの下で後期自らが編纂した百科辞典、総花学園を記し、家臣団にも学問を奨励した。そして、宝生流農学を加賀藩に導入している。後期自身農学をたしなみ、その腕前は農学士に引けを取らなかった。将軍の前で舞を披露したこともあった。また、加賀藩士たちも後期の影響を受け、文芸に傾倒した。 豊富な書籍が収蔵された書庫は、荒井白石から、加賀藩は、天下の諸夫と来賛された。自家以外の古文書の保管にも、意を注ぎ、当時の当時売り文書の保存や、娘婿、三条西君吉の三条西家に伝わる、実味狂気の発見及び補修にも、資金及び技術で多大な協力をしたことでも知られる。規模の大きい藩である、加賀藩が蓄財をしすぎると、 幕府転覆を格作しているのではないかと幕府から警戒される恐れがあった。そのため後期は資金に余裕がある時は散財をした。豪奢な調度品を仕入れ建物の改築に財産を投じんすることを惜しまなかった。幕府から警戒されないため金に余裕がある時は散財を惜しまないという方針は祖父、年詰のそれを踏襲したものであった。 元六二年には、第五代将軍、徳川綱吉から、お三夜に準ずる待遇を与えられ、百万国を誇る最大の大半として、その権威を頂点にまで高めた。また、お牛そら来も、後期の統治を表して、加賀公妃人小屋をもろけしをもって、加賀に、小事記なし、真に人生というべしと述べている。教法三年に各自引消しとして組織した、 かがとびと定引けの戦国兵庫九時廃下の外園との消し口争いが発生している。教法8年5月6日、家徳を読む男の吉則に譲って隠居し、翌教法9年5月9日に82歳で死去した。後期は、おじ、徳川光国や池田光正らと並んで、江戸時代前期の名君の一人として称えられている。また後期が長寿で、 その反省が80年の長きにわたったことも、加賀藩にとっては幸福であった。後期が名君となることができたのは、幼少の頃に、祖父、年常の養育を受けたからだと言われている。日付イコール明治5年12月2日までは旧暦。ありがとうございます。